皆さんおはようございます。コミューの死にかけラジオ、アロマの話したりしなかったりということで、今回もアロマも関係あるよぐらいの話です。行動記録についてのお話をしようかなと思っております。皆さんは日記を手帳に書いたり、日記帳に書いたり、手書きで記録する派でしょうか、それとも何かこうデジタルデバイスの中に記録していく方でしょうか。ちなみに私はですね、昔システム手帳とか、こんなにスマホでこんなにね、いろんなアプリがまだ開発される前は、手帳とか日記帳に書いていた方なんですよね。その日にあった出来事をバババババとか書くっていう、高校生の時なんて顕著ですよね。すんごいなんかこうゴマみたいな字でいっぱい書いてましたけど大人になるとどちらかというと日記というよりかはスケジュールとかタスク管理ツールになってきたんですけれども、その後育児記録が始まると育児日記っていう形でまた日記みたいな感じになりましたね。で、使っている手帳によってはその日記を書くスペースがあるとかないとか、そういう問題で書けたり書けなかったりっていうのもあるんですけれども、最近はそうですね、スマホの中でミュートという、アプリを使って、行動と感情記録みたいなログはつけています。でミュートに関しては、書き方としてはその出来事、こんなことがあった、こう思ったみたいな感じで文章で書いて、でそれに対してどういう感情だったかっていうのを感情を3つまで選択できるんですよね。でその感情を選択した後で、何に関する事柄だったのかっていうことで、例えば家族なのか仕事なのか家事なのかとかね、プライベートとか SNS とかいうような感じでいろいろ選ぶことができます。でそれを記録を続けていくと、ウィークリーインサイトとかマンスリーインサイトっていう形で、1週間の振り返りとか1ヶ月の振り返りでですね、感情の項目によって色分けもされています。明るいポジティブな気持ちだったら明るい色で、ネガティブなやつだとちょっと暗い色っていう感じですね。だから何の、事柄とかキーワードに対して、ポジティブに思っていたのかネガティブに思っていたのかっていうのを勝手に、記録してまとめて見せてくれるっていうので非常に便利です。なんか1週間今日の、今週の気持ちは晴れでしたねとか、いろいろそのお天気に例えて言ってくれたりだとか、あと感情の、推移ですね、ポジティブからネガティブへ、ネガティブからポジティブへみたいなこうグラフにして出してくれるっていう、こういうの分かりやすくていいですよね。でただそうですね、推し村くはそれをこうエクスポートできないんですよ。外部に出力ができない。だからミュートの中で見ていくしかないっていうのと、あと検索機能がないので、例えばこういう、キーワードに対して私何月何日にどんなことを思ってたんだっけっていう振り返りをしたい場合にキーワード検索できないっていうのはちょっと惜しいかなって思います。こういうのをね、外部出力できたら、例えば自分がどういうふうに思っていたのかっていうのを一冊の本にねなってしまうぐらいの量をいっぱい書けると思うんですよ。皆さん日記なんて書けないなって思っている方でも、ちょこちょこっとツイッターレベルでね、文章を書いて自分の感情を選択していく、で物事を選択していくっていうだけで割と整理を勝手にしてくれるっていうところがすごい便利ですね。有料プランにしても外部出力とかはできなくって、多分そのアイコンの並び替えとか色変えるとか写真を何枚もつけられるとか、そういったことかなって、今のところはそうですね。でも便利なので、ぜひ無料プランの範囲内で使ってみてはいかがでしょうかと思うようなアプリですね。で先日お話ししたように、その情報を一箇所に私は集めたいなって思ってるんですけど、なかなかそれがちょっと難しいなと感じていて、でこのミュート機能に、例えばそういう自律神経を測定しているヘルスケアのアプリと連動して映し出すことができれば、例えば自律神経、交感神経に偏っていて、でなんかちょっとイライラした投稿しているなとか、
あとすごいなんか副交感神経が優位になってリラックスしている時はやっぱり穏やかな気持ちでなんかこう物事を感じているんだなとか、そういうのを客観視できたらすごくありがたいなって思います。でさらにその行動は一体どういうことをした時にそうなったのかなっていう原因まで見えると、まあ、次に取ってくる行動も変わってくると思うんですよね。でセラピスト、アロマセラピストなので、まあ、いつも穏やかでこうニコニコね、まあ、幻想かもしれないですけど、なんかこう清廉とした感じですね、そそっとしたような感じなのかというと全然そんなことないっていうのはもうこのチャンネルをお聞きの方はご存知だと思うんですけれども、本当にねセラピストだとって一人の人間ですし、まあ、各性格によって全然違うんですけれども、本当にね穏やかにいたいわけですよ。誰もねカリカリと過ごしたいって思っている方はいらっしゃらないと思いますし、であとは、まあ、自分がこの気持ちの時にこういう香りを嗅げばこうなるんじゃないかっていうのをもっとこうそういう日記とかのデータベースと組み合わせて検証していきたいんですよね。そうするとデータいっぱい取れてある程度予測が可能になってくる。なんかじゃあなんか多分こういうスケジュールになってパッツンパッツンになった私はきっとこの次こう怒り狂って叫び出すだろうから、それを防ぐためにはこの精油を一本持っとこうとかねここでちょっとトリートメントをちゃんと受けに行った方がいいんじゃないかとかねそういった、まあ、予防策を取れるようになるかなと思うので、そういったログをねちゃんとまとめて取りたいんだけれども、なかなかこうこれぞっていうようなツールがない、 2,3 個またがないと情報を見られないっていうのはなかなか統合して取りにくい、まあ、自分でノートつければいいんですけどね、ノートってつけるの忘れるじゃないですか、で外に出ててあーノート持ってないよってやったらもう終わりだし、帰ってきた時にはもうそのことなんてすっかり忘れてるから、いつもスポーンって記録抜けちゃいますしね。そう、私の頭はね鳥頭すぐ忘れちゃうので、本当にねなんかそういう一元管理ができるツールっていうのを開発してくださるとすごい嬉しいです。得意な方はですねぜひお願いしますというわけで本日はログを取るのに、まあ、便利なツールミュートなんですが、そことプラスアルファもうちょっと改善してほしいなというところがあるよというお話でした。ではでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしください。